圧迫面接型相談室である。患者さん出てこいや。おののけ、あがめよ。我が輩こそ天聖啓聖度である。小さくてかわいい。我が輩の吐き気を催すほど邪悪な悩みを聞いても笑っていられるかな。つまり他の転生さんたちとの人間関係が悩みだろ。あいつら強烈すぎて吐き気が止まらないのだ。なるほど。よし、パンドラにお任せあれ。本当か。なになに、どこに連れて行くのだ。いっからいっから、いっからいっから出発。どこに連れて行くのか教えて。クールなお姉様、激マブセンター、年下フレッシュ超絶ドジッコウ、全方位を狙えるメンツである。この4人をカリスマ司令塔のオラ様が率いれば、ストライクワールドの平和は愚か、今年の紅白だって狙えるである。残るはあと1人であるな。ねえねえ箱のおっちゃん、まだ最後の一人はわからないであるか。おら？ん？ん？今日は随分と静かであるな。うわあ！ん？はあ？最も有力な説は3年前コバルトシティに墜落した隕石です。すでにこの星の生物は3分の1にまで減少しています。人類はこれから一体どうなってしまうのでしょう。オペコ、他にもないか、このエリアをスキャンしてくれる？了解。ん？ノア、どうしたの？聞こえなかった。何が？猫の声。いるわけないじゃん。最後に動物を見たの何年前だと思ってるのよ。聞こえる。アダプターに狙われてる。
これでよし。ノア、無茶しすぎ。もう心臓に悪いんだから。そりゃ私には心臓はありませんよ。ないけどもあればの話。ねえ聞いてる？友達に会わせてあげるね。よかったね、家族ができて。ノア、一人ぼっちで寂しいのね。でも私が家族の代わりになるからね。オペコ、また出てるよ、心の声。最近回収量がまた減ったね。アダプターの出現率は増えてるのにね。だからこそもっと慎重に行動してもらわないと困るんです。腕のパーツだってそれで最後なんだよ。うん、気をつけるよ。こんにちは、ノアです。この放送を見ている人誰かいますか？本日は3564回目の生放送。今日はなんと子猫を拾いました。砂嵐の中をたった一匹で生き抜いていたなんてびっくりですよね。そういえば最近取れるオーブのかけらが少なくなってきています。では今日の放送はこの辺で。ノアでした。バイバイ。お父様、あなたとの約束通りノアを必ず一人前の男にしてみせます。今日こそこの童貞を殺すセンターで。ねえノア、このセーター似合うかな？今日も一日頑張ったもんね。おやすみ、ノア。どうしたの？西に謎の落下物、距離およそ7キロ。まずい、リューサだ。下手に近づくと危険よ。それでも助けなきゃ。女の子だ。それと多分何かの動物。怪我してるみたい。頭がすごく腫れてる。今助けてあげるからね。ん？うわー！ちょっと待ったー！え？私はパンドラ。この人はうちのクリニックの患者さんのケセドさんだら。何がクリニックだ、ポンコツカウンセラーめ。くだらんアフィリエイトなんかクリックするんじゃなかったのだ。2点減点してやる。さっきはごめんね。どう、何書いてるの？なんなんだね君は。あとそこの警戒心丸出しのお前。ちー、彼女はオペレーティング AI のオペコ。心の声は気にしないでね。まったく変なやつばかりなのだ。ごめんね、人間と話すの久しぶりなんだ。田舎者か、お前では話にならん。許容のある人間の住む町まで案内するのだ。それは無理だと思う。どういう意味だね？
この星に住んでるのは多分もう僕らだけだから。80年前に起きた地殻変動の影響で生命のほとんどは絶滅したんだ。だからノアは生き残った動物たちと宇宙へ脱出しようとしているの。この箱舟を使ってね。これ宇宙船なのか？やったー！まさに渡りに船なのだ。箱舟を作ろうって言い出したのは父さんなんだ。でも完成した箱舟を見る前に病気で死んじゃった。そうか。でいつ飛ぶのだね。我が輩は今すぐにでも構わないのだがね。それがすぐには無理なんだ。だってオーブが半分しか溜まってないからね。でもすぐに溜まるんだよな。あ、ここまで集めるのに80年かかったから。これだけのテクノロジーがありながらもうおしまいだ。ねえねえ、うるさい疫病神、全部お前のせいだぞ。オーブならあるだろ。だってほら。感度良好。このリボン、なぜだかオーブに反応するの。誰かが噂話をするとくしゃみが出るでしょ。あれと同じ理屈だら。説明になってる？なってないのだ。オーブはあっち、しかもかなりの大きさだよ。本当にあの方角にオーブがあるの？嘘だったら承知しないのだ。間違いないだろ。そうか、あの場所なのか。ノア、無理しなくていいんだよ。どうしたどうした？空気が変わったのだ。行こう。本気なの？減っていくオーブ、砂に埋もれていく街。なんとなく気づいてた。この星の未来がこれまでと同じ保証なんて何もない。僕らはみんなでこの星を脱出する。それが父さんの、そして僕の夢だもの。ノア、一緒に来てくれる？当たり前じゃない。ほっ、へって。これでよし。何それ？なんでもない、ただの旅の記念なのだ。へえ、いいね。うん、この方がずっといい。本日は35,065回目の生放送です。なんとこのチャンネルに初のゲストが来てくれました。ドライブドライブ。みんなでオーブを探しに行きたいと思います。オペコを別にすれば僕が初めて出会った仲間です。これはチャンスだ。オーブさえ手に入れば箱舟は我が輩のもの。あのテクノロジーを持ち帰って我が輩をコケにしたバカどもに思い知らせてやる。天性の中で一番賢いのは我が輩なのだ。オペコ、もっと景色が見たいだろ。席変わってよ。ここは私の予約席なの。変わってか。